ニュースポストセブンです。3月31日にジャニーズ事務所を退所した永瀬智也さんが、次なる夢に向かって動き出していました。7月初旬、おしゃれなカフェや雑貨店が立ち並ぶ都内の裏通り。そばにいる男性に身振りを交えながら一つずつ確認するように指導していた永瀬さん。芸能関係者によると、今、永瀬さんは独立後にやりたかったことの一つである映画制作に取り組んでいますとのこと。映像関係の友人の力を借りながら準備を進めており、永瀬さん自らロケ班や撮影の交渉なども行っているそうです。ニュースポストセブン。